皆さんこんにちは、みやこです、PP の外来語としてこの度入荷しましたということで、今日初めてお会いする方とお会いしない方もいるんですけど、自己紹介をしたいな思っております。なぜなら仲良くなりたいので、はい。でも堅苦しいのは良くないと思うんですね。なので私なりの挨拶をしていきたいと思います。みやこと申します。よろしくお願いします。お願いします。さきみって呼んでいい？いいよ。心ちゃんって呼んでいい？大丈夫です。心ちゃんに言ってほしいことがあって、はい、3文字で間にくがつく心ちゃんが大好きなやつ。3文字、間にく、うん、なんだろう、全然思いつかない。だくごだくごかみなみちゃんって呼んでいい？うん、呼んでください。よしだ。皆さんこんにちは、よきゅんです。今回はですね、 PP に入った新メンバーをご紹介します。ということでこちら、えりちゃんです。私ずっと数年前からえりちゃんの顔が好きで、私誰かにさ言われたことある？もうこいつがなんか好きって言ってるって。聞いたことない。本当に？いやだからなんかずっとね、可愛いなって思ってて、でもなんか他の事務所さんになんかずっと入ってらっしゃったので、声掛けしないでいたんですけど、偶然そのフリーになったタイミングでお会いすることがあったので声掛けてスカウトしちゃった。はい、ということでぜひ PP 更衣室のみんなに自己紹介してください。はい、皆さんこんにちは、えいりです。好きな食べ物はさつまいも。え意外となんか、でも私もさつまいも好き。あ、好き、うん、さつまいもとニラが好きです。ニラが好きです。なんかすごい、なんかさつまいももびっくりしたけど、ニラもなかなかパンチがあるね。素材が好きです。素材どういうことよ。あと、ね、料理じゃないの、イラストもすごい上手いの、この人。絵も描きますよ。そうなんですよ。絵の仕事もなんかあれば。そう、イラストレーターとしても活動してます。はい、チェックしてみてね。普段コスプレしてるんだよね。はい、コスプレいっぱいしてます。ゲームのキャラとかしてますよ。あとゲーム実況も自分で。あ、そう、死にゲーがめちゃくちゃ好きで難易度高いゲームがめっちゃ好きでチャンネルに投稿してます。はい、ということでここから先 APP 更衣室でもちょこちょこ出てくることもあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。終わりです。終わりです。一瞬だってぶつ切りですいません、ごめんなさい、本当にすいません。吉田さん以上に困ったの。はいちゃんもいるのに。すいません、ありがとうございます。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの、バイバーイ。